がとうございました。僕に分かることなら何でもお話し、元帝国軍の人も協力してくれてます。前は傭兵をまとめてたって人で。ボロネオ。ああ、やっぱりご存知でしたね。あそこは強力な部隊だって。アラネア隊、ビッグス隊。僕に分かることなら。そうだ、うん、皇帝も将軍も死んだって。グラディオ国として、うん、僕に分かることなら何でもお話し。王の行方不明の最初を見る。これはイグニスさんがかなり気にしてて、それで昔の文献を調べて。付き合わされたのか。僕かなり昔の資料に同じ名前があったの。当時の人々は死骸に襲われたのを助けた人物ってなって。でもその後死骸として捕まえられて。僕に分かることなら何でもお話しします。死骸についてもちょっと分かってきた。ああいう生き物がいるんだ。彼らは何か病気みたいに人に移っても治す方法もなくて。そうか。僕に分かることならアコルドも死骸が出るからって結構な人を言うか。国内もです。帝国の管理がめちゃくちゃになって、イリスとコル将軍が避難を誘導して。子供の頃暮らしてた場所だし。取り返すよ。そのために王様になってから覚えててくれた。まあ、僕に分かることなら何でも。ノクティス様。あの時僕、おじいちゃんが死んだのは町で帝国軍の人に聞き、一人で来たのか。君のおじいちゃんはすごいね。王家の人とも関わりがあるのか。僕は素直なこと。その後すぐタルコット。でもおじいちゃんは。なあ、全然お前は悪いじゃん。こういうのさ、言ってくれてありがとうな。いいか、これは王様がいい。はい。旅のご無事を祈っています。またどうぞ。